それ反射でしょ。ほら、もう無理じゃん。2発当ててやっとキルだよ。ナイスキル。当てていく。当てていく。気持ちいい。スナイパーライフォー。気持ちいい。スナイパーライフォー。いやー、これ頭出し。はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回は、前々から言ってた、期待の新作 FPS が再度リリースってことで、こちら。はい、以前もね、紹介した、シャッターラインですね。まあ、一応知らない方向けに説明すると、前回は、限定のアーリーアクセスが行われてたんですが、今回は完全無料のオープンベータってことで、まあ、先日からね、スタートしております。ただ、サーバーがね、ちょっと今現在クソ貧弱で、1日数時間のメンテだとか、あとサバ落ちがね、たびたびあって、まあ、2日現在ちょっとまともに遊べておりません。まあ、サバ落ちイコールね、人気の証拠だと思うんで、ちょっとプラスに考えてほしいんですけど、まあ、日本でね、結構人気で、まあ、それこそ今回その前回の人気から、日本サーバーがほら、こういった形で、アジア、東京って形でサーバー追加されたりだとか、あとまあ、日本語対応もね、前回されてなかったんですけど、今後されていくってことなんで、まあ、その皆さん不安の、このゲームって日本で本当にリリースするのっていうのは解消されそうです。まあ、そこら辺ちょっと現金でいいですよね。その日本でめちゃくちゃ Twitter バズったりとか動画でめちゃくちゃ上げられたから、日本も実装しようみたいなね、多分運営の魂胆だと思うんで、そこら辺ちょっと嬉しいですよね。はい、そういったところを CS 機、PS4、PS5 でもリリース確定しているので、国内でも盛り上がるかもしれないのでね、早速こちらシャッターラインの魅力紹介していきたいと思います。ということで、こういった形でですね、いろいろと新作ゲームだとか最新情報をこちらのチャンネルでね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。はい、ということで、今回ちょっとね、紹介したいのが、スナイパーライフルちょっとアンロックしまして、前回はティア2までしかね、ちょっとアーリーアクセスだったんでいけなかったんですけど、まあ、今回はこのサーバーが落ちる中頑張って、ティア3までちょっと上げてきました。いや、本当に大変だった。めちゃくちゃ時間使いましたね。で、これが、いわゆるワンショットワンキルできるスナイパーライフルになるのかな。ほら、ダメージ見てほしいんだけど、これセミスナなんだよね。多分ドラグノフ系統で、これが多分 EBR 系統なんだけど、ダメージがめっちゃ低いじゃん。ほら、これだけバーン上がるんよ。多分これがワンショットワンキルできるから、まあ、その、いわゆるコールオブデューティースナイパーライフルですよね。ができるんじゃないかなと。できればティア5のこれ使いたいよな。多分これのが多分ワンショットワンキル判定がでかいと思うんだけど、いや、こっちちょっと頑張っていくか。で、お金もさ、今までこれ1500円とかだったんだけど、いきなり5000円に跳ね上がるんよ、値段が。やばない？めちゃくちゃ高いよね。ということで、めちゃくちゃお金貯めたんで、こちら購入していきます。いやー、頑張った。いやー、これ、演出ダサすぎない？ちょっと。無料 FPS 感あるんだけど、無料 FPS なんだけど、なかなかちょっとしょぼいですね。で、アタッチメントが、マズルか、OK。はい、ということで、ちゃんとね、射撃場も実装されてますので、こちらでちょっと威力見ていくんだけど、ヘッドはもちろんワンパンで、胴体、首元あたり、あ、ワンパンなんだ。腹部もワンパン？いや、これ嘘だわ！ちょっと待って。足、ワンパンは絶対嘘。これ射撃場なんかおかしい。多分当たったらワンパン取れるとかなってない？あ、けど、リボルバーは、そんなことないな。あ、ちゃんと3発キルになってるわ。これ威力減衰多分3発キルになってるけど、一応至近距離だったらリボルバー、ワンパンなんですよね。これ頭だったら。胴体も2発キルって形で。ちゃんと働いてるよ、ダメージ。なんでこんな反射じゃないの？もしやお前最強か？最強の民か？ちょっと、やばいかもしれん。さあ、では、不安と期待がありますが、はい、こちらスナイパーライフル使ってやっていきましょう。キャラクターめっちゃ取られたな。で、このモードだったらスナイパー何がいいんだ？透明おばさんか？いや、透明おばさんだな。行こう。いや、本当にあんなワンショットワンキル取れんのかな？なんか、反射多いってリスナーさんから聞いてたんだけど、多分違うよね。まあ、ほんと期待と不安しかないけど、まあ、とりあえず突砂というか、コールオブデューティースナイパーライフルをやっていきましょうか。で、このモードがですね、エスコートっていうモードで、いわゆるオーバーウォッチっていうそのペイロード、まあ、物をしていくじゃないですか、トラックとか。ああいう形の押し込み型のモードで、まあ、コールオブデューティーも昔ありましたよね。まあ、それを今回やっていくってことで。結構ね、このゲームだったら、これが人気らしいよな。まあ、防衛側ですね。はい、眺める動作ができない。ハンドガンの方は眺めるとこんな形。いや、結構画質綺麗ですね。明るいところで見るとマジで綺麗。いや、これぐらいの画質がちょうどいいんですよ。めちゃくちゃリアリティもそれはね、万歳なんだけど、いや、これぐらいのバランスというか、これぐらいのなんかこう、はっきりとくっきりとした感じの状態でできるのが一番いい。で、この車をちょっと押し込んでいくわ。そう。敵もね、これを使って遮蔽物作ってくるから、それを抑える。とりあえず当てたい。押していって逆にこっちの盾にして、よいしょ。これをね、うまいこと使われないように、こっちがなるべく押しとくわけですよ。そう。押せるときに押しとこうっていう。後ろいるわ。はいっす。変な声出た。ちょっと待って。俺、バッチバチ綺麗な食い所で、バッチバチ首元狙って当てたよね。コールオブデューティーだったら100キルできてたんだけど、なぜそれ反証？ What's why?Where? Who are you?How much? すべてのなぜを使ったよ、俺は。押していこう。押せるときに押す。押せるときに押す。これでね、爆発物も結構防げたりとかするから、そうそう。これ壊れないのがいいよね。こっからかわしてくると信じて。来いよ。待って、後ろいる？ナイス、後ろ押さえてくれた。あ、待って、誰か蹴りやがった。まあ、こういうこともハプニング。バー当たってないな。待って、後ろからいるのは草入る。ちょ、きつい。後ろから来るのなんとかしてほしいな。これ俺が抑えるか。これ罠起きるんよね。罠で来るかどうかを、これで索敵しとく。は、いたわ。は、嘘！それ反射なくない？それ反射ないでしょ、さすがに。ねえ、敵さんよ。リロードする。で、DV、あ、なるほど。これ以上いったらダメなんだ。オッケーオッケー。まあ、けど向こうから来ること分かったから、あとはこっちから顔出すだけ。絶対そこ来るから。ナイスナイスナイス。いい抑え。いるよ、そこ。なるほど。一人、あと一人いるはず。オッケー。これ多分ローだったからキルできましたよと。なるほど。スキル組み合わせてローにしてキルするってのはいいね。で、味方が多分これやってくれてるからバツマークついてる。でもう一個ここ置いとくか。裏さえ取られなければ敵はね、なかなか顔出していたな、さっき。いたけども。はい、嘘！ちょ、それはないって殴ったけどさ、さすがにそれないって。てか、ラギ。あれやばいよな、マジで。それ反射でしょ？ほら、もう無理じゃん。2発当ててやっとキルだよ。てか、ラギーし、これピングなんぼやねん。ナイスキル。くっそガバガバだったけど当たったわ。いやー、やっぱローにしないとダメなんか。それだから、もはやレンスナでええやんってなるよね。もう一個レンスナあるからさ、そっち使った方が100強いよね。よっ。おい、ほら、反射ね。もう分かってた。体力フルの的には絶対反射ね。把握。このさ、クソ倍率でさ、頭狙うの無理じゃね？ほぼアイアンサイトと変わらへんやん。それはちょっと言い過ぎたけどさ。まあ、エイム速度速いから当てやすいっちゃ当てやすいんだけど、ちょっとこれハードコアとかじゃないとレベル上げできないな。ほら、もうさ、頭出しだよ、これ。ここの。いや、やっとキルできた。ここの頭出しでさ、やっとキルができるってやばない、ほんとに。ねえ。お、当てていく。当てていく。気持ちいい。いや、これぞスナイパー。これをやりたいのよ、本当は。これをやりたいんだけど、スナイパーライフル。わあ、これ。威力減衰はほぼなさそうだな。あんま関係なさそう。透明化。スナイパーライフル。反射。これはまあ足元だね。これはシャーなし。スナイパーライフル。まあこれは胴体だけど、まあシャーなしな。スナイパーライフル。いや、ちょっと待って。お前、激浪なやつやな。足打ったやつやな。違うやつか、もしや。2回反射はさすがにないる。スナイパーライフル。気持ちいい。スナイパーライフル。いやー、これ頭出し。頭出ししてくれた方がやりやすいわ。頭狙いやすいから。いや、マジで、これはワンショットンキル判定がマジでわからんな。スナイパーライフル。これは完全頭だね。ナイス勝利。いいっすね。これはスナイパーライフルしてたよ。こっちから迂回するのが正義な気がする。大丈夫で、ここ詰められた時用のためにこの罠置いとくじゃん。大丈夫それ。いける？ナイス。反射はないって。味方ナイスターゲッティング。いや、また反射だ。やばいってー。いや、敵うまいってー。それは。それナイス投げ物だね。いやー、で、めちゃくちゃ押してるから、これ味方のアタッカー、ポイントマンが優秀すぎる。アタッカーが優秀だね。これはもうワンショットはいける。多分あいつローだったからいける。で、これ上から登って、やる。残念無念、また来週。はい、オッケー。これもローだから多分キルできるよね。いや、やっぱ激戦区じゃないと、これワンショットワンキル気持ちよくできないな。いや、マジで難しい。当てるのはすごい簡単なんよ。まあ、低倍率だから、ちょっとそこは、まあねーってところあるけど。マジもうちょっと高倍率だったら100当たるって感じなんだけど。よーし、これはもうそこから顔出してくるの分かってる。いや、それ当たんない。ドラッグショットしたんだけど。当てるのはまだまあ比較的簡単な方だと思うんだけど、にしてもだよな、これ。またいるね。はい、敵はね、これセミオートスナイパーライフルを持ってきたわけなんですけど、まあ、こっちはね、しっかりと落ち着いてワンショットワンキルを狙うっていう。いや、これぞね、レンスナーとの違いですよ。ほら、君らティア1のスナイパーライフルを使ってるかもしれんけどよ。俺はティア3だからよ。来いよ。ナイス勝利。はい。ということでね、秒で勝っちゃいました。まあ、ちょっとクソイモスナイパーライフルになったな、エスコート。ちょっとチーレスだったらワンチャン変わってくるかもしれないから、チーレスもちょっとやってみるか。さあ、スナイパーライフルを次やっていきましょう。途中参加かな？大丈夫かな？ OK。ケイゴー！途中参加！めちゃくちゃ GG 試合。ここでもスナイパーライフル見せていきましょう。とつなまんじゅう！まんじゅう！和菓子で人気なのはまんじゅう！絶対そっち来るわ。あ、待って、これ、やばいな。やるじゃん。で、行ったふりして、コッキングが終わってない。いやけど、これないよ。これするしかないよな。ハンドガンに切り替えてやるしかないよな。いや、マジでうんちだわ、これ。きつすぎる。走る。で、多分こっち湧いてきてるから、はい、見る。いない。まあ、確かにこれでワンショットワンキル取れまくったら、それはね、バランスブレイカーになるかもしんないけど、いやー、ワンショットワンキル系だったら、取らせてほしいですね、ちゃんと。国旗、ボルトアクションだったらね、ちゃんと取らせてほしいですね。はっ！待って、これ、危ねえ！罠だ。これ、秒で壊さないと、自分の体力削られていく一方なんで、なかなか、ライン5ね。やば。ほい。前オンラインして、ここで爆発！来てない。ところを確認してしっかりと見る。じわーりオンライン。で、上上がってるから、それハンドガンでカバーするよ、味方。大丈夫？いない。大丈夫そう。味方抜かれてる。かも。もうさ、それ反射無理だってね、これやったけどさ、もうちょっと待って。いや、俺めちゃくちゃね、頑張ってドーンと当ててるよ、これ。めっちゃ狙ってるよ。ハードスコープもいいところ、食いしょ気味のハードスコープになってるもん。なんで？でさ、これマウスだからまだこんだけ当てられてるんだけど、これパッドとかだったらもっと当てにくいからね。もう無理だって。そう。これ、パッと PS でさ、この火力だったらマジクソ3杯だよ、このスナイパーライフル。そう。いや、マウスの方がそれ当てやすいし、上半身も狙いやすいわけですよ。やべえな、これ。で、そこ多分来るから、爆発、来てない、来いよ。絶対当てる。当てたー！当てたけど、ちょっと待って。無理、無理。いや、崩壊しちゃう、これ崩壊しちゃう。いや、これ、負けんのはずにやって。いや、無理だって、これ限界だって。いやけど、反射なりそうだなと思って、俺もうね、ハンドガンボタンを、押そうとしてたよ。いや、もう無理だって、これ。舐めすぎやろ、これ。ナイス、キル。それ反射、ローにもしてない、もしや。いる。外れる。いや、こういううちは楽しいよ。オッケー、ナイスキル、ナイスキル。いやー、スライディングされた。いや、もう、ただでさえさ、スライディングでくっそ球当てにくいのに、こんなことってありかよっていう感じなんですよ。いい逃げ。そっちから来る可能性あるけど。来いよ。はい、爆発！爆発が遅い。ウルト使うか、ラストに。ウルトーン。はい、ナイスキル。ウルトの方が強い。まあ、そりゃそうか。マジ？それは知らん。いや、もうマジ、なんも悪くない。なんも悪くないけど、マジでスナイパー弱すぎる。せめて CS ぐらいはちょっとまともにワンショットあるけど、せめて胴体、別に足とか手は反射でいいのよ。じゃあ胴体、首元をワンショットワンキル取らせてほしい。いや、バランスこれ、いやけど、どうせこれ課金でペイトゥーウィンのスナイパー出すんでしょね。いやー、なんか不安が残りますね。まあ、けど、他のね、サブマーだとか ER は結構バランスいいとまでいかなくても、普通に使ってて、楽しいなって感じの調整だから、まあ、そこら辺はちょっと期待ってことでね、まあ、ショットガンとかスナイパーライフル、まあ、ワンショットワンキル系、まあ、このテンポ感の速いゲームでおいては結構ね、調整難しいところだと思うんで、まあ、コールオブデューティのちょっと歴史を見て、ちょっと学んでほしいなと思いました。丸。はい、ということで、これからはですね、COD 系だとか FPS に関する動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。